こんにちは。楽天証券経済研究所客員研究員山崎はじめです。今回は投資家から見た社長についてというタイトルで、社長というものについて、日頃私がこう思っていることを述べてみたいと思います。その投資家ということで言うと、その会社に投資するわけですから、当然その会社のこう社長、その社長が優れているかいないか、ということに、大きな影響を受けるわけなので、社長を評価したいというふうにこう思ったりもしますし、その会社に大きな変化があった時に、それがその社長によるものであるということがこうよくあるので、それは、社長に注目するというのは、当然のことなのかなというふうに思います。その社長になるための方法とか、あるいは、いい社長になるにはどうしたらいいかとかというようなことまで、とてもお話しできるわけではないんですけれども、社長というものについて、何か、ヒントになるようなことを、お話しできたら幸いかなと思います。ただ、こう、世の中一般に、例えば尊敬する人っていうようなことを言ったときに、いろんなタイプの、こう、人を尊敬する人がいますよね。私、頭に浮かぶのは、こう、三つ。一つは、政治家をすごく尊敬するタイプ。政治家ってすごいもんだなって思って、政治家を尊敬しがちな人。それから、社長を尊敬しがちな人。社長っていうのは立派なものだし、何よりも事業を作って、で、かつその社員を雇って、で、その社員を生活させ、かつその事業によって社会に良い影響を与えっていうようなことを、その自分の力でやっていくわけだから、社長っていうとすごいなって思うような人もいる。あと、例えば作家とか、あと学者とか、そういう例えば学術のクリエイターだとか、作家はもちろんその小説だったり、芸術だったりするわけですけれども、そういった何か作品を作るみたいなことができる人、作家を過剰評価するような人っていうのもいると思うんですよね。どうして政治家なんかと思うこともあれば、どうして社長なんかと思うこともあるし、どうして作家なんかと思うこともあるかと思うんですが、どっちかというと、私は作家とかクリエイターとか、そういう人たちを、やや、過大に評価する傾向があるのかなと。政治家とか社長とかっていうことに対しては割と冷たいかなというふうに、思わなくもありません。で、じゃあ投資家が社長を評価するときに、どういうふうに評価したらいいのかな、っていうことですが、業績が仮に一定であるとしたときに、あるいはその会社の当面持っているポテンシャルというものが変化しないとしたときに、その社長によって投資家が受ける影響の最大のものというのは、その社長がですね、会社が得た利益を、投資家に配分するのか、それとも社員、あるいは将来の投資に回すのか、といったような違いですね。特に社員の側に向いているか、それとも投資家の側に向いているか。今、ステークホルダーとかっていうような便利な言葉があって、お客様も会社に関わる環境に関連する人も、もちろん株主も、社員も、関係者、ステークホルダーっていうような呼び方をするような考え方もありますけれども、特にその株主に対する利益の配分が大きいというような社長は株主、投資家から気に入られる傾向がありますし、そういう変化を起こすことができる会社ではないかということで、投資家に目をつけられて投資されたりということもあるということですね。そういう意味では、おまかに言うと社長っていうのは社員の長なのか、それとも会社の長なのか、この社長はどっちなんだっていう、その違いはあるかと思います。日本の上場企業の、特に大手の古い会社っていうことですと、どちらかというと社員の長だったような、私が昔勤めたことのある、少し大きな会社、商社とか金融とかの会社を思い起こすと、
どちらかというと社員の長、まあ端的に言って業績というか、こう業績への貢献が大きい、あるいは貢献が大きいと認められた、前の社長に気に入られた、これ結構多くありますけれども、そういう人がむしろこう、これからのその社長というその存在として何をするかっていうことが評価されるよりも、過去のこう業績に対する功績への評価として、まあ、いわばそのご褒美として社長になるというようなことが、まあ結構あったかなというような気がしますけれども、まあ今、こう投資家が好むのはその会社の長、まあしかもその会社といったときに、株式会社ですから、その株主の側を向いて、株主に利益配分してくれるような社長ということで、近年のコーポレートガバナンス改革っていうようなことで、もちろんそのステークホルダーを視野に入れてということが、まあ強調もされながらですけれども、この株主に向いた経営ということが強調されてきたような気がします。まあそういう意味では株主に対する利益配分を増やしながら、まあ社長の給与がまあ徐々に上がっていって、しかし社員の給与は上がらない。賃金はなかなか上がらないというような形が、ここ、まあ10年、20年のその日本の企業のそういうパターンがあったかなというような気がします。ということは、その社長が株主の側を向くというような変化がもしあるとすれば、それはその株主から見たとき、あるいは投資家から見たときに、プラスの効果がまあ期待できるということになるのかと思います。まあ、ただ、そのこう投資っていうのは、基本的にその時その時のこう一時だけで行うものではなくって、長期にこう資本を提供して、まあ、その資本の価格に含まれているリスクプレミアムの実現を獲得していくというようなことが、まあ、投資の本質だということを考えると、そこで利益配分をしてくれるっていうのがいい社長とも限らない。まあ、それはこう将来の、まあ、会社の価値を考えたときに、その社長が一体どういう貢献をするのかということですけれども、ただ、そういう意味では、まあ、その社長の経営戦略、っていうことが、まあ、問われるわけです。で、ただ、その経営戦略って一体何なのかっていう、まあ、例えば、こう、どういうふうに宣伝するとか、どんなふうな営業チャンネルに載せるとか、から、まあ、垂直統合して、川上の方の会社を手に入れるとか、あるいは、こう、川下の方の会社に投資するとかっていう、まあ、そういうような話っていうのは、まあ、基本的には、こう、戦略という名に値するものというよりはむしろ戦術ですよね。まあそこにこうあるものをどのように活用するか。もちろんこれはまあ、戦術あっての戦略ということなんですけれども。まあその戦略ということで言うと、事業立地っていう言葉。まあこれは経営学者の三品和博さんの言葉をこうお借りしてるんですけれども。まあ要するにどういうもの、サービスを誰に売るのか。こういうことのその選択と実現。まあそれがまあ事業立地ということで。まあこれはなかなか難しい。というか、会社の例えば10年、20年単位でのこう利益の獲得と成長ということに関して、まあ決定的な影響を及ぼすのはまあ事業立地であるということなのかと思います。で、まあじゃあ例えばこうどういうものを誰に売るかということですけれども、まあ、例えばそれをこう発見する。で、まあその実現するっていうようなこと。日本の会社の話はなかなかしにくいので、例えばコンピューターという世界を考えたときに、OS ならば OS というようなもの。で、それをこうパソコン向けにということで、それは法人でもあり、まあ個人でもあり。そこで決定的な競争力を持とう。っていうようなことを、まあ、例えばそのマイクロソフトであれば考えただろうし、アップルであれば iPhone みたいなものを、ああいうプロダクトを広く売ろう。もともとはそのコンピューターメーカーだったわけですから、まあ、そこから主たるその商品、ビジネスをすっかり変えているわけですよね。まあ、そういうこう事業立地の、まあ、発見だとか、こう選択だとかということに関わることができる。やっぱりそれがこう決定的な社長として、あるいはその経営者としての能力ということなんだというふうに思います。
まあ、ただこの事業立地をうまくやることができるのかどうなのかっていうことについては、じゃあ例えばその投資家であるとか、あるいは投資家をサポートする立場であるアナリストといったような人たち、あるいはそのファンドマネージャーのような人たちが評価するというのはなかなかこう難しいことではないのかなと、まあ率直に言って無理ではないか、私はまあそんな風には考えています。まあ、ただその事業立地の発展性とか、それからまあ特にまあその転地ということをですね、今までこういう事業があったんだけれども、この事業にこだわるのではなくって別のものを売る、あるいはこう別の人たちに売るんだというような、そういう転地を成し遂げる経営者というのは本当にこう偉大だというふうに思いますが、じゃあそういう人を事前にこう見出すということはなかなか難しいし、事業立地あるいは転地が成功しそうではないかという時には、まあすでにその株価に反映しているかもしれない。まあその経営者の社長のまあタイプっていうようなことを考えた時にですね、いい意味でも悪い意味でも国際社的な、自分が考えたことでとにかくこう組織を引っ張っていくっていうようなこうタイプ、あるいは日本の大企業の例えば4年やって社長交代して次の4年は会長でっていうような管理者タイプがまあ多いわけですし、まあ、もう一つにはその長く事業に社長として関わることができるのかどうなのか、あるいはこうまあでもその関わりはこう短いのかっていうことで、その社長の置かれてる立場だとかタイプだとかっていうことをある程度考えることがまあできるのかなと思うんですね。でこうまあ例えばその管理者タイプで、かつそのこう任期が短いにもかかわらず、まあ社長として何らかの成果を出したいっていうことで、事業立地の選択みたいなことができるといいんですが、それはあの10年がかりぐらいの大作業になるので、なかなかこう成果が出ない。まあそういう意味では、例えば売上の規模を求めて、M&A に出る、あるいはその海外の事業を買収するとかっていうようなことで、とりあえずのその数字の成長を作ろうとするっていうようなあのケース、あるいは一生懸命競争するのはいいんですけれども、全体が成長していないマーケットで、こう大きなシェアを取りに行こうとすると、まあ、そこでこうかなり無理をすることになるので、まあ、売上は増えたかもしれないけれども、利益は増えないっていうようなこう状態をまあ作ってしまうとかっていうような、まあ割合こう典型的な失敗っていうのはこういくつかありますけれども、まあどっちかというとこの短期、その短期の持ち時間しかない人が長期の事業立地の選択みたいなもの、あるいはまあそういうこう選択を成功させたような社長と同等の評価を得ようとして、結構失敗することが多いなというようなこう印象を用います。社長というものを評価するっていうのはなかなか難しいなっていうふうに何度も申し上げてるわけなんですけれども、特に感じるのは後継者選びみたいなものがこうニュースになることがありますよね。例えば強烈なその創業経営者が後継者を選ぼうとして外部から招聘してきて、まあでもそれこう気に入らなくてとか、まあうまくいかなくて失敗するっていうのは、具体的な名前は挙げませんけれども、かなりの、まあ、数あったし、まあ、時々話題になりますよね。で、ああいうこういういわゆる特別な社長の次の社長探しっていうのは、なかなかうまくいかないなっていうことのこう理由は、まあ一つにはそのこう優れた経営者っていうのはこう一点物だと思うんですよね。で、この一点物っていうのは、どういうことかっていうと、こう例えばこう何らかの意味でこう能力が高い、例えばこう知的な能力とか体力とか、あのそういうこう能力が高いというだけで成功できるわけではないし、たまたまその人が関わったその時代とか運とかっていうようなこともあるし、それからこう時代とか運とかっていうようなことは悪くなかったはずなんだけれども、ライバルが強力すぎたとかっていうようなこうケースもありますよね。で、まあ、そのライバルとの関係というようなこともあって、ある時代に、まあ、あるキャラクターが、こう、うまくはまった。まあ、そういう意味で、こう、一点物なんですが、まあ、例えば、こう、自分で全てを掌握していて、マイクロマネジメントっ
っていうのは、どっちかっていうと、オフィス用語としては悪口として使われやすいんですが、まあ、細かいことまでこう口を出すマネージャーっていうことのマネージの仕方をマイクロマネージメントって言いますけど、まあ、その社長自らが徹底的なマイクロマネージャーであるっていうような、例えばまあそういう社長その人が会社であるみたいな、そういう社長の場合、その社長が自分の代わりになるような人材が外にいるんだっていうふうに考えること自体が本当はあんまり現実的ではないし、にもかかわらず外から招聘してしまってそれ失敗するっていうことは、じゃあ社内には社長を任せられるような社員がいないっていうことを社員に対して強いメッセージとして発してしまうので、まあなかなか外部から経営者を招聘してそれが失敗であったっていうケースは、まあかなり痛いのかなというふうに思います。しかしそれは経営者が一点物だから、そういう意味では、例えばその経営者が自分の全てをこう一人に継がせるのではなくって、会社の文化として必要なもの、それから会社の事業を行っていく上でこう重要なパーツですよね。まあそういうものを任せられる人を作って、そういう人たちに任せながら、その中からが次の素晴らしい社長がこう出てくるのを待つ。まあ、そこにはやっぱりまあ運が関わってきますけれども。まあなかなか自分がいなくなってからの将来までコントロールしよう、うまく経営してやろうっていうのは素晴らしいやる気なんだけれども、現実的にはこううまくいかないんだろうなというふうに思いますよね。で、まあそういうものであるということも含めて考えると、投資家は社長をどうやって評価したらいいのか。まあ、その投資家と社長との接点という意味では株主総会がありますけれども、ただその株主総会でのこうメッセージだとか、プレゼンテーションとかっていうのは、まあそれは一つのイベント用に用意されたメッセージだし、じゃあそこからその社長の能力であるとか、あるいはその今後であるとかということを評価するのは極めて難しいのかなと思います。まあそういう意味ではアナリストだとか大手の投資家が経営者にこうインタビューする機会を持ちますけれども、まあ、しかしインタビューによってこうそういう社長が評価できるんだろうか。でじゃあ例えばこう事業立地っていうようなものを考えて、でかつ天地を実現できるような社長をファンドマネージャーが評価できるのかっていうと評価できないだろうなと。それがこう評価できるぐらいならファンドマネージャーじゃなくて社長をやってた方がいいんじゃないかぐらいに思いますけれども、まあ難しいんだろうなというふうに思いますし、あるいはこう手記とか伝記とかっていうようなものは、これは出版の事情を考えたりすると、やっぱりこう会社の人に買ってほしかったりするので、いい話しか書いてなかったり、あるいはセンセーショナルに悪い話が過剰に書かれていたりとかっていうようなことで、まああんまりそういう外部に出てくる情報というようなものが参考になるということでもないと。まあそういう意味では、まあその社長というものを興味を持って眺めながら、でまあその社長というものがこうどういうふうに変化するのか、まあその変化の兆しっていうことには、まあ最大限の注意をしながらも、まあしかしその社長選びで投資先を選ぶっていうようなことがうまくいくかいかないかということを考えたときに、まあうまくいくだろうなっていうふうに思うのは、まあちょっと甘いんじゃないのかなと。そんな風に考えます。まあそういう意味で、まあ、いわゆるファンダメンタル分析で他の投資家に差をつける。で、その差をつけるための一つの要素として、じゃあ社長を評価するんだ。じゃあその社長の評価っていうことが他の投資家よりも自分の方がうまくできるのか。そもそもその評価というものがこう難しいところに、もうじゃあ他の投資家よりもうまく評価しなければいけないということが難しいということを考えると、株式投資というものをうまくやるということをね、ゲームとして考えると、まあ、ゲームのプレイの方法として、社長に注目するっていうのはこうあんまり有利なやり方ではないと、私はまあ個人的にはそんなふうに考えていますけれども、ただまあその社長っていうふうのは一人一人興味深い存在、愛すべき存在として、まあしかしその株を持ってたりすると、まあドキドキもしながら社長というものをこうまあ眺めたらいいのではないか、まあそんな風にこう思っています。どうもありがとうございました。
この動画を見て、面白かったな、参考になったなっていうふうにこう思っていただけた方は、チャンネルを登録していただいて、いいねっていうようなこうマークのついた、高評価のボタンをクリックしていただけると、話をしている側として大変励みになりますので、そちらもよろしくお願いします。どうも。